someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in the car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow.準備終わりました。ちょっと時間あったから普通にメイクした。仕事だけど今から仕事行ってきます。頑張るぞ。おお。Lost, I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. To let go, oh, oh, 'cause something's broken, and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me, without me. I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it, it'll last forever. I know I make mistakes, it's just the way I am. That's why you have to know, yeah. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, oh, 'cause something's broken. And I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better with. そういえばこの間さ、
ビレバンでミッフィーの見てステッカー買ったの。可愛くない？これも今開けちゃった。ビレバンパンツ見せてるミッフィー。できた。かわいい。かわいい。耳鼻科に行きました。ピースじゃないけど、行ってきます。終わりました。なんか扁桃腺がさ違和感があったから来たんだけど、別に特に何もなかったです。帰ります。一人でパーティー。これクリームソーダセット。これ前さダイソーで買ってもらったんだけど、一回もこれ使ってないから、ちょっとこれ使おうと思って。今からかわいいからさ買ったはいいけど、使い道がないよねこういうものって。パーティーもしないしね。このかわいいミッフィーちゃんの紙皿にポテチ、一番搾りごま油と岩塩。美味しそう。あとさつトッポとさつまりこのやつ、これも結構前に買って食べてない。あ、めっちゃいい匂いする芋のメロンソーダ2クラ。これ無印のやつ。わお。色が自然な色だね。あ、スプーン忘れた。これしかない。買った。わー、ドン。あ、できた。そしてストロー。これ紙ストローになってるわ。わー、かわいい。できた。かわいよ。一応消毒します。それではいただきます。すごい、動画撮ってたらこんな泡がモリモリになっちまった。いただきます。うまっ、うまっ、すごい美味しい。なんかさ、あのメロンソーダと味が違うね。無印だからかちょっと優しい味がする気がする。うん、うまアイス、うまーん。うん、うん、うん、うまっ。これトッポ、これなんか結構芋の味するね。うん、小池屋のポテチうまいね。うん、すごいごま油。でもめっちゃなんかごま油が強いわけじゃない。
あとこれセブンの、んこれいつから販売してんのかちょっとよくわかんないんだけど新しいんだよね。伊藤久右衛門監修ほうじ茶クレープ、インスタでなんか新発売って見て気になってたけど、ちょうどコンビニ行く用があったからね買えました。うわめっちゃもちもち。わあ、見た目は普通にあのクレープ、ほらこのまま食べます。めっちゃ美味しい、これやばすごい、ほうじ茶めっちゃほうじ茶、これはマジで美味しい、めっちゃ美味しい。みんな食べて、ほうじ茶好きな人。ほうじ茶がめちゃめちゃ濃くてすっごい美味しい、濃厚。なんかさ、クレープ食べながらメロンソーダ飲んだら絶対甘いよなって思ったんだけど、これねそんなに甘くないよ。非甘党さんおすすめです。しかも皮がめっちゃもちもち。これいくら？192円だって、安っ。もう200円でお釣り来てこの幸せが買えるなら絶対食べた方がいい。